謝罪しておこうと思います。いきなりどうした？パート1にて黒い本を読む読まないでエンディングが変わるとお話ししましたが、全然関係ありませんでした。そうだったのか。なら早速読んでみようじゃないか。なんだろう、黒い本には復活の儀式の終わらせ方みたいなのが書いてあったが、他にこの屋敷の住民の怨念というか最後の様子というか、そんなことまでもが書いてあったね。ああ、まるでここの住民じゃない第三者が書いたかのような書き方だったな。答えは儀式を終わらせればわかるはず。さあ、最後の扉へ行こうか。徘徊してた女性だ。じっとしている。一度ろうそくを消します。誰かと誰かの会話で終わりも、
迎えたな。おそらく惨劇の前のあの女性と、ジェイム、サラガールとの会話だと思います。彼女が取り戻そうとしたものは、何か、次にいるエンディングで明らかになることでしょう。次にいるエンディングは、我々が消した4本のろうそくを、キッチンで手に入れたマッチを、使って再点火します。ちなみに4本のろうそくを消した後は、あの徘徊者は襲ってきませんので、ご安心ください。1日の流れるヘラ液、カップを使って超採取します。前回の動画ではカットして、気づきませんでしたが、すでに採取してたみたいです。ここまで戻りました。まずはチワの女性にかけます。そしてろうそくを消す&採点か。これで終了となる。you
黒い本に書いてあった肉体の交換、そしてその結末か。バッドエンディングだが、この屋敷で行われていたことが判明したな。どうやら幼くして亡くなった子供を復活させるのがサラガール一家、いや、イザベル、サラガールの目的だったみたいだね。正しい儀式の終わらせ方をすれば、あの子は復活するかもしれない。再挑戦だ。正しい儀式は4本のろうそくを再点火した後、最後のろうそくも再点火する。ただそれだけ。なんか聞こえるか？何か聞こえる。したようだね。この子を連れて帰ろうか。これにて最終回となります。と思ってた？次回、追加エンディングやっていきます。そして最終回となります。乞うご期待。